ワンダバ来た、ワンダバ、ワンダ、ワンダバ来たよ、ワンダバ来たよ。決められた球速、面倒なルールだ。さすがワンダバ、時間ぴったり。フェイ、守備よく行ってるか？うん、ちょっと苦戦中。やはり、この大監督、ワンダバ様がいないとダメみたいだな。え、監督？クマでしょ？しかもぬいぐるみだし。お、消えた。え、消えた？彼らが僕を出している化身の一種、デュプリと呼ばれる代行の選手たちさ。彼らは実体じゃないんだ。じゃあ本当はいないってこと？まあ、そうなるね。それとな、連絡事項だが、テーマくん、君とサッカーとの出会いは君たちが戦っていた間に元通りにしておいた。そうなんですか。歴史の変更は、定着する前に時間がかかる。変えられた直後であればあるほど、元に戻りやすいんだ。は？それよりワンダバー、頼んでたやつ取ってきてくれた？もちろんだ。このクラーク・ワンダバット様に不可能はない。本当？すごいじゃん。早く見せて見せて。なんか感じ変わったね。ミキシマックスガンによって僕の個性とティラノサウルスの個性が合わさったのさ。それがこの姿。そうなんだ。そういうこと。フェイはミキシトランス、ティラノを発動できるようになった。ミキシトランス、ティラノってやつですね。これがフェイはミキシトランスに古代の牙を使えるようになった。おお、かっこいいね。赤、髪型。ミキシトランス、そろそろ試合をしまーんと川。あ、はい。しまーんと川？ ガチで引いてるよ、まだ。では、試合再開しまーす。後半はプロトコル名からのキックオフです。いや、もうマックスしてるね。よいしょ。あれ？さあ、始めよっか。お。アルファどうした？何も喋んないよ。お、取った！ナイス！はい、かわした！ナイス！すごい！さっき前とは格段に違う。力強さが増している。天馬、君も心を落ち着かせて集中するんだ。そんなこと言われても。アドバンスゲージ。あ、これがね、ミッションみたいなやつですね。アドバンスゲージマックスにしないと、ゲームオーバーになると。アドバンスゲージを貯めろ。パスをつなげてシュートを一番すれば手っ取り早いんだよね、一番。よいしょ、よいしょ、取ってくれ、取ってくれ。右、あら。うっ、強っ、マジで。あら、フェイ、取ってくれよ、そこは。右。天馬、頑張るところだよ。いやー、取れない。取れない、取れない、取れない、取れない。取れません。うお、へい、ナイス。失敗してんのか、相手。なるほどね。よし、ここで突破すればアドバンスゲージマックスになるはず。よっしゃ！アドバンスゲージマックス。はい、パース。はい、アザース。いける。スピードについていけている。言ったろ、目が慣れてないだけだって。ふ、油断してんじゃないよ。そよ風。あ、取られた。そよ風だよ、そこは。しまった。そうだ、集中するんだ。初めて決心を出した、あの時のように。お、新技。ワンダートラップ、かっこいい。え、超かっこいいじゃん、アグレッシブビート。属性一致してないけど。松風、いきなり連続で新必殺技を出した。できた。俺が。
テーマワンダートラップを覚えた。覚えた。テーマアグレッシブビートを覚えた。アグレッシブビートかっこよかったけどね。すごいじゃん、テーマ。やはりそうか。松川テーマは。どうした松川テーマはどうした松川テーマはどうしたアグレッシブの方が強い。どうだミスんなよ。ナイスピーン。うわーん、ドーン。かっこいい。あれフェイはフェイはフェイフェイナイスパス。ここでまず突破するでしょ。ここで突破する。突破できるでしょうね。ミキシマックスしてんだから。ナイス。ここでもう一点いただこう。古代の牙見せてもらおうか。行くぜ。解くとご覧あれ。ウェイ。205。あれ、どっちの方が強かった？アームドした、シュートコマンド01と。よっしゃい。フェイルーンが強烈なシュートで1点をもぎ取った。なんという激しい戦いだ。すごい。うわ、どうだ、これがフェイルーンの力だ、天魔。思い知ったかい？よいしょ。ださい。キモロ頑張ってくれ。キモロ取れるよ。いや、取れない。キモロ取れないか。キモロ取れない。よいしょ。お、テーマワンダートラップ。取れるでしょう。おし、よっしゃ、無理かい。さすがに無理があったね。お、タクティクス使えるよ。何ある？なんもない、なんもないっていう。なんもない、なんかあると思ったのに。よいしょ、ここで、フラクタル使えないんじゃないこれ。使えない。でも、ダブルだよ、属性。アリース。よーし、テンマが攻められないと思うので、こう、お、テンマ取んな。よいしょ。天魔取んなって、ひどいな。よいしょ、取れるはず。ナイス。106。強いね。よいしょ、ドリルだった気がする名前。よいしょー。お、オフサイド。ピピーだって。審判ついに出てこなくなっちゃった。ワンでオフサイドしまくったせいで。よいしょ。右。ドスコーン。天魔。ヘイルーン。ナイスパー。今オフサイド。結構いい感じだったと思うんだけどな。おっと、後半も結構あと半分ぐらいあるね。長いもんすね、後半も。よし、ライディング。よいしょ、天魔、これ。よいしょ、キモロ頑張れ。おい、シュート打ってたよ。お、技持ってる。ヘッドバズーカ。頑張れ。ヘッドバズーカ。よいしょ、シュート並みじゃん、53点。おい。どうだ？はぁ、パンチングで弾かれた。お、もう一丁、もう一丁打ってやれ。もう一丁打てない、もう一丁打てない。38。38か。あーっと取られる。いや、天魔。あ、天魔取れない。さすがに天魔取れないか。右。よいしょ。ナイスライディング。からの、これ、オフェンス技持ってんじゃない？で、ここで、こう。おいしょ。イリュージョンボール覚えてんの？おい。イリュージョンボール。おー、強い。よいしょ。ナイスパス。あ、フェイ。これ、確かミキシトランスは GP なくなると、使えないんだよね、もう。あ、古代の牙じゃなくて、バンサーラビット使った方が良かったかもしれないな。古代の牙きっとね、上がらないんですよ、確か。必殺技、ランク、レベル。バンサーラビットをね、早く。おい。ウェイ。決まった。ウェイ。よいしょ。ウェイ。くそ、次はないぞ。よし、決まったぞ。決まってくれてありがとうよ。あ、やばい、フェン取れるんじゃない？ウェイ。は。いやー、チームの要でもある、フェイ&テンマが疲れ切っちゃってるよ、もう。取れないよね、さすがに。二人だよ、だって相手。いやー、無理か。あと5分。お、こちらアルファ。それは事実ですか？イエス。ご指示のままに。どうしました？先ほど行った松風天魔のインタラプト修正が無効化された。誰がそのような？おそらく奴らだ。本来の流れを維持しようとする。時の流れの自然治癒力。それにより、再び正しい流れになった歴史は変えにくくなる。この試合中止とする。
わお。ワンダーバット様がやってくれたのかな。お、レベルアップ。熱血ポイントはこの世界でお金のように扱うポイント、買い物するときなどに必要だ。友情ポイントは選手のトレードやスカウトに必要だ。どちらもサッカーバトルや試合のご褒美として手に入るぞ。じゃあこの試合は君たちの危険ってことで僕たちの勝ちだね。あれ、遠藤カノンはどんぐらいだっけ？これよりもうちょっと前だよね。30年後ぐらいだっけ、遠藤カノンは。未来？そう。サッカーを消そうとする者たちを阻止するために。パラレルワールドってわかる？パラレルワールド？これを見て。この矢印が本来あるべき時間の流れだ。大きな一本の流れだね。でも時間のある地点に変化が起きると、それ以降の世界に違う流れができるんだ。それがパラレルワールド。あいつらが時を超えてライモンサッカー部に関わる重要な出来事に影響を与えたせいで、ライモン中にサッカー部がないという世界ができてしまったんだ。つまりライモンサッカー部が消された。ライモンサッカー部だけじゃない。あいつらの目的はサッカー自体を消すことだ。サッカーを消す？なんで？サッカーが存在していると都合が悪いんだよ、あいつらにとって。あいつらって世界全体の意思決定をする機関、エルドラドさ。申し訳ありません、議長。失敗は許されん。サッカーを消さねば世界は滅ぶかもしれない。分かっておろう、アルファ。どういう意味ですかこれは、東堂さん。今世界では戦争が起こっているのだ。敵は恐るべき少年たち、セカンドステージチルドレン。彼らの能力はあらゆる面で高いスペックを持っている。そして我々を過当な存在とみなし支配しようとしている。彼らの組織フェーダは今や人類の脅威だ。我々は彼らを速やかに排除せねばならん。彼らの遺伝子は優秀なサッカープレイヤーから発生した。サッカーが彼らを生んだのだ。だからこそサッカーの発展を阻止し、人類の誤った進化を止めねばならん。わかるな。こいつらは未来のためにいいことやってるんだけど、天魔たちからしては迷惑なことだよね。全て理解しています。ならば我々を失望させないでくれ、アルファ。イエス、マスター。すでに次の手は打っています。未来ではそんなことが。エルドラドはセカンドステージチルドレンを恐れている。だからサッカーを消すことで彼らはこの世界に生まれないようにするつもりなんだ。サッカーを消すなんてどんな理由があろうと、そんな権利誰にもないよ。その通り。でもエルドラドにはそんな理屈は通用しない。でもあいつらにはサッカーをやっていた。サッカーを使ってサッカーを消すなんて、それが一番自然なやり方なんだよ。サッカープレイヤーへの、サッカーへの思いを変えさせるためにはね。自分のステージであるサッカーで打ちのめされることが一番心の傷になる。それを狙っているのさ。そんな、サッカーは楽しいものなのに。そう、サッカーは楽しいものだし、人にとって必要なものだ。だから僕らはやってきた。君たちを救うために。フェイ、君はなぜ未来にだって天魔のようにサッカーを愛している者がいるってことさ。僕にとってサッカーは必要だから、フェイ。だから僕は天魔と一緒にサッカーを守るよ。ありがとう、フェイ。行こう、まずライモン中サッカー部を取り戻す。そのためには君たち、ライモンサッカーが生まれた場所に行くんだ。11年前、ライモン中、遠藤守がライモンにサッカー部を作った日に。それってタイムスリップのこと？うん、ライモンサッカー部が消えたのは、ライモンにサッカー部が作られる歴史の
インタラプトが修正されたせいだ。インタラプトっていうのは歴史を変更できる運命の分かれ道みたいなものさ。奴らはそこに介入して起きた出来事を作り変えて、難しいな。それでライモンサッカー部も、そう、だからそれを僕らで元に戻すんだよ。うん、わかった。フェイが仲間になったよーんと。オッケー、フェイのデュープリたちが仲間になった。これデュープリたちずっと仲間になるのかな。お、デュープリ。デュープリたちは経験値が減らない、常にフェイと、うえー、それはフェイが レベルが上がればレベル、お、さあ、二人とも、TM キャラバンに乗り込むのだ。メインメニュー、作戦が使えるようになった。持ち物メニュー、ユニフォームとエンブレムが使えるようになった。TM キャラバンに乗り込もう。ではでは、今回はここまでにして、また次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。